こんにちは、こちら兜町にございます株スター7110より本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、昼帯系近くになって雨が降り出しまして、雷もゴロゴロ今鳴っている状況でございます。相場の方もですね、440円安日経平均株価ですね、トピックスの方は36ポイント安というところで、大幅安となりました。先週末に、ニューヨーク市場、大幅安となりまして、週末トランプ政権がトルコに対する関税強化を打ち出しました。そういったこともありました。トルコリラの急落とともに、安全資産である円買いが進んで、110円前半というところまで、円相場が高くなってきました。今週はですね、今週はといいますか、今後ですね、23日には米国による対中制裁関税の第2弾が発動されまして、それに対する副関税の発動も、中国からのですね、予定されております。他にも経済指標とかいろいろあまり、いいニュースが聞かれないんですけれども、決算発表も一巡しまして、腰をつけて、銘柄を買うにはそろそろ時期かなというところにはなってきたようです。それでは指数の方をちょっと見ていただきますと、指標の方ですね、日経平均140円安21,857円でした。ほぼ安値引けですね。トピックスは 36.66 ポイント、トピックスの方が 2% 以上下げているという状況ですね。日銀による ETF の その見直しですね、買い方に対する見直しがあって、トピックス重視となったんですけども、それに対するその見込んだ買いがの投げが出ているような感じなんですかね。それから新興市場ではマザーズ指数の方が 4% 下げました。円相場は37銭円高の110円の29,30銭というところですね。から値上がり銘柄は191銘柄にとどまりました。どちらかというと小型株の下げが大きくなっております。それから業種別ではですね、機械を筆頭、こちらは設備投資関連、機械受注とかですね、工作機械の受注もそうですけども、若干ちょっと減速感が出てきてまして、そういったこともあって再び売られ戻ってたんですけども、ちょっと再び売られているという。あと、その中国関係とかですね、そういったところ、海運、世界貿易に対する懸念とかですね、それから中国の需要がちょっと 減少するんじゃないかというところで、非鉄金属とか、そういった石油石炭とか化学とか、素材系のところがちょっと大きく売られております。値上がり業種はサービス業一業種のみというところでございまして、小売医薬品、このあたりが比較的下げ幅が小さかったというところでした。いつもの通りちょっと見ていただきますと、ニューヨークダウの方は先週末急落という形になってまして、25日線あたりタッチしてちょっと戻したというところですね。ナスダック総合指数、先週末にかけてちょっとインテルはじめですね、大型 IT 株がちょっと売られているところがありました。その辺がちょっと気がかりでございます。そしてフィラデルフィアの半導体株指数、最近ちょっと見てませんでしたけども、先週末急落というところで、今言いましたインテルがですね、投資判断引き下げなどもありました。日本の半導体製造、装置関連なんかも売られてまして、そういった、比較的しっかりしてたとも言える、半導体製造装置関係とかがもう再び売られ出したということで、そういったところ、半導体業界全体の先行きに対する警戒感が強まってます。半導体設備投資、そして先ほど言った工作機械などの設備投資ですね、省力化などの設備投資がちょっと減速感出てきてるんじゃないかというふうな警戒感が強まっているというところですね。アメリカの10年物国債利回りは先週末のですね、トルコに対する関税強化を打ち出したと言葉もありまして、2.8% 台まで低下しているという状況で、なかなか上がりません。上海総合指数も安値圏での推移となっております。円相場の方は110円台、先ほど言った今日はこの辺りで、3時現在この辺りまで、円高がちょっと進んだというところがありまして、この200日線110円の13銭とか、この辺りに接近しています。日経平均株価はご覧の通り、大きく見て、この大きな節目になっている2万3000円近辺と、それから下値はずっと切り上げてきているんですけれども、その辺りまでちょっと接近してきたという状況です。あまり形はよくありません。トピックスの方も大値切り下げて、下には切り上げてるんですが、そこの、ちょっとその辺りまで来たというところなんで、
若干ちょっとここ割り込むような勢いになってきているというところが非常に気がかりな動きになっています。週足でもこの見てもですね、この下西ラインのずっと、上昇トレンドライン続いているんですけども、若干ちょっとその下限まで到達してきたというところでございます。リビジョンインデックスの推移、一方企業業績の方はですね、こちら情報修正銘柄数が優勢、下方修正銘柄数が優勢で週ごとの見ていますけれども、直近の第一四半期決算を、ほぼ終わってきてですね、情報修正銘柄の方が再びちょっと増えてきたというところです。為替の円安推移もあって、情報修正銘柄数が若干ちょっと増え気味にはなってきているというところですね。そして EPS もこれは先週末現在ですけれども、木曜日現在で1700円乗したりですね、再びちょっと若干ちょっと上振れ気味にはなってきています。 PR は13倍台まで低下してきておりまして、今日はこの13倍台近辺なんでしょうかね。それから工作機械受注額、こちらの方もちょっと減速傾向になってきている。先週8月9日発表されましたけれども、内需は補助金効果で若干ちょっと上向きましたけれども、外需の方がスマホ特需がなくなったりとかですね、そういったところもあってちょっとややちょっと落ち込み気味といいますか、減速気味にはなっております。高水準なんですけれども減速気味、これをどう見るかですね。業種別の株価指数の動きですけれども、ちょっと二極化してまして、不動産建設など本来の内需関連がちょっと下の方にこうドーンと相対的にかなり弱くなってきています。一方で医薬品は引き続き堅調ですね。ディフェンシブ系の銘柄、ソフトバンク高もあって情報通信強いですし、小売もちょっと戻ってきたような感じですね。陸軍あたりとかですね、それからジャスダック平均ですね。外需系はちょっと横ばいです。意外と横ばい、あまり売られていません。はい。というところでですね、今日なんですけれども、今日はですね、上期、この18年の9月期が上期の、来年の3月が本決算の銘柄ですね。そのうち、営業利益を上方修正した銘柄、上期に上方修正した銘柄ですね、をちょっとピックアップしてみました。というところでご覧の通りなんですけども、宮地エンジニアリングですか、橋梁設備の大手でございまして、工事の順調な進捗、再々改善で、上期情報修正しています。東カロは半導体、液晶などフラットパネルの製造向けの表面加工処理加工を行っている会社なんですけれども、こういったところも情報修正ですね。ここに情報修正率が出てます。これは情報修正 100% は2倍になったと、前回予想より2倍の予想に引き上げたということですね。東カロは 23.4%、 塩野義製薬は海外でインフルエンザ治療薬とは抗エイズウイルス薬のロイヤリティ、権利収入ですね、これが増加しているということで情報修正。富士石油は石油元売りですけれども、原油価格とか、それから円安推移によりまして、原油価格の上昇とか円安推移によって上振れています。かこれは品川リフトラクトリーズ、それから陽体東京洋業というところ、こういったところが耐火物を作っている会社なんですが、こういったところがですね、原材料価格も中国の環境規制で上がっているんですけれども、その製品価格も、値上げがこうどんどん通ってきてですね、業績情報修正という形になっております。から日安は半導体製造装置向けの部材とかフッ素樹脂製品とか工事、からプラント工事とかですね、無機断熱材とかが好調というところですね。合同製鉄は鉄骨建材が好調、朝日工業に TOB をかけてます、かけます。日本冶金工業は建設自動車向けステンレス特殊鋼が伸びてます。他にも太平洋金属、こちらステンレス鋼向けのフェロニッケルの大手ですね。先ほど冶金鋼がステンレスの大手ですけども、こちら、その原材料の最大手です。ステンレスの需要が、特殊鋼が伸びているということですね。両備は9ヶ月決算で3月決算でないんです、結果的にはないんですけども、実質的には最高益更新、となります。自動車向けのダイカストが好調、それから崎本チェーン、とかですね、東海理科はスイッチシートベルトが中国向け拡大、トヨタのレクサス向けに高単価部品が増加しているということで、自動車部品とか愛信製機とかトヨタ系のですね、変速機が伸びている、拡大しているとか、そういったところがいろいろ出てきます。ニコンはですね、デジタルカメラが高付加価値製品が好調ということで、フルサイズのミラーレスが近々発表されるんじゃないかと、本格正式に発表されるんじゃないかと言われております。他にも海運株関連とかですね、それから SG ホールディングスは運賃の引き上げが進んでいると、三井倉庫なんかも出てきておりますというところで、今日は20銘柄営業
営業利益の情報修正銘柄紙金ですねをピックアップしてみました。本日は以上でございます。ありがとうございました。